賞発表、つまり今回初めて皆様の前でお披露目となった新しいマシンのご紹介です。マツダ3と言います。それではマシンのフォルムじっくりとご覧いただきながらご紹介をさせていただきます。こちらのマツダ3の実車は半年前に開催されたロサンゼルスオートショーで世界初公開となり、車に生命を与えるというコンセプトのもと2010年より導入されたこのデザイン、魂が動くデザイン、これをさらに進化させ日本の美意識の本質を体現したというエモーショナルなハッチバックタイプの車両を今回マツダ株式会社様にご協力いただき、早くも RC モデルとして登場させました。今回発表の RC モデルはロサンゼルスオートショーで公開された北米仕様をモデル化しております。ボディはポリカーボネート製で再現され、特徴的なグラマラスなラインを余すことなく再現しました。こちらのマツダ3、組み立てキットと組み立て済みのエキスパートビルド仕様の2種類で登場します。また組み立てキットにはスペシャルカラー強化ロワネキとタミヤ製ステッカーがセット、とてもお得なセットとなっております。ということで今回のデモンストレーション、最初にご紹介させていただきましたのは今回のこの静岡ホビーショー発表の新製品マツダ3でした。さあそれでは続いて一挙に複数のマシンをご紹介させていただければと思います。さあ出てまいりましたガンメタリックカラーのマシン、こちらフォードマスタング GT4、 そして白いカラーリングアウディクワトロラリー A2、 そして3代目緑と紫オレンジ色のカラーリング、こちら HKS 日産スカイライン GT-R グループ A、 そして最後に登場いたしましたのがフォルクスワーゲンタイプ2です。それでは4台一挙にその走りをご覧いただきながらご紹介をさせていただきます。まずガンメタリックカラーのフォードマスタング GT4、 欧米を中心に人気を集めている FIA GT4 マシンによるスポーツカーレース、この FIA GT4 レギュレーションに合わせて開発されたのがフォードマスタング GT4 です。ご来場の皆様にお呼び出しをいたします。フロントスポイラーやギアミス、鈴木そして友高君、盛り上がった筋肉を連想させる友高君、マッスルボディはポリカーボネート、北間のホームにお越しください。大型のリアリングは樹脂パーツで精密にモデル化しました。ということでまずは1台目フォードマスタング GT4 でした。続いて往年のラリーマシン、ホワイトのカラーリングのマシンです。名前はアウディクワトロラリー A2。 世界ラリー選手権に初めて4WD システムを導入し、その有効性を証明、 4WD ラリーカーの先駆者としてその名を歴史に残す往年の名車がアウディクワトロです。1981年に参戦し、第2戦スウェーデンで早くも初優勝、その後も特にグラベルラリーで強さを発揮し、1983年にはワールドチャンピオンにも輝いたマシンです。前後のブリスターフェンダー、エッジの効いた直線的なボディはコンカーボネードでリアルに再現、前後のライトケースやマシンの前にはディスプレイ用の大型フォグランプ、そして大型車両などは重量を再現いたしました。再現いたしました。事務局の萩原さん、ご紹介させていただきました事務局の萩原さん、ワトロラリー A2 でした。北間本部にお願いいたします。続いては特徴的なカラーリングで人気を集めたスポーツカーのご紹介です。ブラックにパープル、そしてグリーンのマシン、こちらは HKS 日産スカイライン GT-R グループ A。 実車の柔軟パーツメーカーとして有名な HKS が1993年の全日本ツーリングカー選手権にプライベーターとして参戦し、ナミールワークスマシンと激戦を演じたマシンが
TT013C で復活します。同社が発売していたエンジンオイルのパッケージデザインをコンセプトとした特徴的なカラーリングは、付属のステッカーでリアルに再現することができます。ご紹介させていただきましたのは HKS 日産スカイライン GTR グループ A でした。さあ、そして4代目です。世界中で長く愛され続けているマシン、ホワイトとレッドのカラーリングのこちらはフォルクスワーゲンタイプ2です。実車はフォルクスワーゲンビートルをベースに開発され、1950年に登場したフォルクスワーゲンタイプ2、さまざまな仕様の車両がある中でワーゲンパスという愛称で親しまれ、3列のシートを配置した広い室内を持ち、愛らしい個性的なフロントマスクで現在でも愛好家の人気を集めている車両をモデル化しました。シャーシは後輪駆動のコンパクトシャーシ M06 を採用、実車同様のリアモーター、リアドライブでリアタイヤに十分駆動がかかる構成のシャーシです。ご紹介させていただきましたのはフォルクスワーゲンタイプ2でした。さあ、一挙に4台の4種類のマシンご紹介をさせていただきましたが、最後にぐるっと皆様の前でその走る姿ご覧いただいて元に戻りたいと思います。ここまでご紹介させていただきましたのはフォードマスタング GT4 アウディフォアトラリー A2HKS スカイライン GTR グループ A、 そしてフォルクスワーゲンタイプ2でした。お家の方はフォルクスワーゲンタイプ2事情の持ち帰りされておりますが、今年の7月7月発売の予定となっております。大変多くの皆様にご来場いただいておりますので、それでは続いてお連れ様と印象が変わるマシンのご紹介をさせていただきます。まず参りました3輪の RC カーです。4輪の RC カーではなく3輪の RC カーご紹介いたします。レッドとブルーのカラーリングのマシンがユアンライダー、そしてシルバーとイエローのカラーリングがダンシングライダーです。ではこの3輪ならではのこちらのマシンの走りご覧いただきながらご紹介いたします。まるで実車のバイクのように車体を傾けて左右に旋回していく姿、とてもかっこいいですし、本当に実車のようですよね。こちらのデュアルライダー、そしてダンシングライダーはバイクならではの傾きながら旋回していくリーンダイビングを従来の4輪の RC カーと同じ操縦方法で手軽に体験することができる、とてもユニークな新しいジャンルのマシンとなっています。こうした車体の傾き、これはステアリングサーボで制御しています。車体が傾いている方向にマシンが旋回していきますので、見た目にも旋回方向が分かりやすいのが特徴となっています。またこの2種類ともサポートアームというパーツを装着していますので、万が一転倒してしまっても自力で起き上がるといったすごい動きが可能となっています。では4台とも自分で転んでみましょうか。せーの、よいしょ。あれ、レッド。よし。はい、では置きます。せーの、よいしょ。じゃあ逆に転びます。せーの、よいしょ。あれ、イエローは今日は安定感があるのかな。じゃあ残りの、あ、じゃあみんなで立ち上がりましょう。せーの、よいしょ。はい、ありがとうございました。この操縦、何も難しいことはありません。もう単純にステアリング操作をするだけなんです。もし右に転んでしまったらステアリング操作を右に、左に転んでしまったらステアリング操作を左に、ただそれだけで自力で起き上がる、あるいは転ぶことができるようになっているんです。そしてこちらのデュアルライダー、ダンシングライダーとも炭酸ガムの電池ボックスを付属し、ファインスペック 2.4 ギガプロコンテンツを組み合わせれば専用のバッテリーがなくても走らせることができるなど、これから RC カーを始めたいという方におすすめのマシンとなっております。ここまでご紹介させていただきましたのはデュアルライダー、
そしてダンシングライダーでした。こちらの2種類のマシン、どちらともすでに発売中となっております。ご好評いただいておりますが、皆様のお声聞いていますと、やはり何といってもこの車体のくねくねした、まるでダンスをするような動きですとか、自力で起き上がるところがすごいというお声いただいております。さあ、それでは続いて懐かしいと思われる方がいらっしゃるかもしれないマシンをご紹介させていただきます。出てまいりましたブラックのカラーリング、こちらコミカルホーネット、ホワイトのカラーリングのマシン、そちらはコミカルグラスホッパーです。ちなみにホーネットとは日本語で蜂、グラスホッパーとは日本語でバッサ、この2つちょっと思いながらその走りや形ご覧いただければと思います。この2種類、コミカルホーネット、コミカルグラスホッパーとも1984年に登場し、2WD オフロードカーブームを生み出したホーネットとグラスホッパーを一緒に出したマシンとなっています。鈴木智隆君、キャビンが特徴的なボディは軽量の商品に強い透明のポリカーボネット製です。こちらの商品でマシンが壊れる心配はありません。そして実はよくよく見てみますと、運転席にきちんと運転手さんが乗っているんです。ちょっとコミカルな表情といいますか、ドライバー人形さんが乗っています。またこの2種類とも新設計のワイドブレッド仕様のサツアームによるタイヤレイアウトと全体的なスクエアフォルムと相まって、どちらとも一度見たら忘れられないような、そんなコミカルなマシンに仕上げました。そして走りもコミカルという印象を持っていただけるかと思います。というのも急発進をするだけで前輪を持ち上げたウィリー走行ができるんです。これによってもしかするとちょっとそれこそバッタのようなピョコピョコ飛ぶような動きに見えるかもしれません。このコミカルグラスホッパー、そしてコミカルホーネットともご自身で組み立てる組み立てキットのタイプとボディやシャーシなど全て完成したエキスパートビルド仕様の2種類でのご紹介となります。ここまでご紹介をさせていただきましたのはコミカルホーネット、そしてコミカルグラスホッパーでした。実はよくよく見ると後ろの旗にバッタや蜂の絵が描かれていたり、ボディにも描かれていたりします。こうしたマシンじっくりご覧になりたいという方、このデモンストレーションの後皆様の後ろに展示もしてありますので、近くでじっくりとご覧ください。さあ、では続きまして、特にご注目いただきたいマシンをご紹介いたします。どうしてご注目いただきたいかといいますと、今回のこの静岡ホビーショー発表、お披露目されたばかりのニューモデルだからです。それでは皆様の前に登場させていただきます。さあ、出てまいりましたイエローのカラーリングのマシン、こちらランチボックスミニです。最初の登場ですので、やはり皆様に裏側もしっかりとご覧いただければと思っております。さあ、このランチボックスミニなんですが、車体の後方にローラー、そしてウィリーバーが装着されていまして、どなたでもお気軽にウィリー走行が楽しめるようになっています。ボディはお弁当箱をイメージさせる四角いプロポーションで、12分の1 RC カーでも人気のランチボックスならではの可愛らしいスタイルをポリカーボネートボディで再現しました。そしてこの小さなサイズにもかかわらず、操縦性能と走破性を生み出す 4WD システムを採用。コーナリング時の横転の軽減と見た目の楽しさを演出するステアリング連動式アッパーアーム、そしてオプションパーツを組み込むだけで手軽に 4WS 機構にアップグレードできるなど、さまざまな機構をこの小さなコンパクトな1台にギュッと織り込みました。そして今4台のマシンが走行していますが、このうち3台のマシンがある走りができるようになっています。と言いますのもオプションパーツをつけているからなんですが、ではその走りご覧ください。さあ、4台中3台が同じ動きをしております。これ何ができているのかと言いますと、ウィリー走行をしながら旋回するという
これまでなかった走り方です。ウィリー走行といいますと、基本的にまっすぐ前に進む、直進するというのが基本的な動きだと思うんですが、こちらのランチボックスミニであればオプションパーツのアッパーコネクトバーと呼ばれるパーツを装着することによって、こうしたウィリー走行をしながら旋回をするというすごい走りができるようになるんです。もう注目を集めること間違いなしだと思います。なおこのランチボックスミニ、炭酸型の電池ボックスも付属し、ファインスペック 2.4 ギガプロポセントを組み合わせれば、専用のバッテリーがなくても走らせることができるなど、これから RC 化を始めたいという方におすすめの1台となっております。そしてですね、4台中3台がオプションパーツをつけてウィリー走行しながら旋回できるとお伝えしましたが、残りの1台もちょっと面白い走りをご覧いただきましょう。すごいですよね。まるでフィギュアスケートの選手のような華麗なスピンをしておりますが、これをしてくれているのは今私の隣にいるすみれさんです。皆さん、これ難しくないですか？難しそうに見えるんですが、実は簡単で、このプロポの引き金の部分をこうやって押し続けるだけで、簡単にあんな風にスピンすることができます。ただ引き金を引くだけで、ただそれだけであんなすごい動きができるなんてすごいですよね。ぜひ皆様にもこの技決めていただければと思います。ここまでご紹介させていただきましたのは、今回のこの静岡ホビーショー発表のニューモデルランチボックスミニでした。お披露目されたばかりということで、発売ももちろんこれからです。今年の7月、7月発売の予定となっております。今日は4台のランチボックスミニ、こうして集まるとちょっと面白いというか可愛い走りにも見えますが、レースなども楽しみですね。ここまでランチボックスにご紹介させていただきました。さあ、ここまで多くのマシンご紹介をさせていただきましたが、まだまだタミヤブースでは多数のニューモデルご紹介をさせていただいております。この後もタミヤブース隅々までごゆっくりとお楽しみください。また今日はですね、このタミヤブース、皆様このコース向かってといいますか、左側にはプラモデルをその場で作る機械、これをタミヤの本社から持ってきておりまして、その場で出来たてほやほやのプラモデルが見られたり、皆様から見て右斜め後方にはトヨタ自動車の新型スープラの実車の展示などたくさんの魅力がございます。この後もタミヤブースでお楽しみください。このお時間、デモンストレーション最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。